はい、どうも皆さん、こんにちは。カニコでございます。ということで、今月もやってまいりました。プレゼント開封コーナー。はい、ということで、ちょっとバタバタしてまして、遅れてしまいました。申し訳ございません。今月もこんなにたくさんのプレゼントいただきましたので、一つ一つ開封していきたいと思います。はい、じゃあまずはこちら。うわぁ、またたくさん入ってる。切り昆布、鶏野菜味噌、出たこのめちゃくちゃ美味しい醤油、ハボ米昆布醤油、なんか良さげな醤油、甘露、ラフランスゼリー、温泉味噌、コンデンスミルク、わさびと、もみじおろし。せーの、でん、牛丼のやつ。でもう一個、牛丼のやつ。ハボ米醤油ですね。3本、ハボ米醤油。ちょうどこれね、もうなくなりかけてきた頃なんですよ。それが分かってて送ってきてくれとるのかなぁ。ありがとうございます。はい、次はこちら、昆布醤油、月桂冠、好き。何これ、エキストラバージンオイルのオリーブオイルレモン、レモン風味のエキストラバージンだ。面白い。あとこれ2つ入ってます。じゃあまずこのピンクの方から開けていきますね。でもわかる、俺この触り心地でわかる。これはね、最初がチーから始まるものだと思う。ほら来た、チュール。これね、トラほんと好きなんですよ。ありがとうございます、トラちゃん喜ぶわ。じゃあ次、こちらのストライプのエゾエース。これね、前もいただいたんですけど、これちょっと僕風邪気味の時があって、これ飲んだら本当に治りましたね。マヌカハニーののど飴、あの箱からはこんなにたくさんいただきました。ありがとうございます。はい、では次はこちらの段ボール開けていきたいと思います。お手紙ですね。ありがとうございます。レバープラス、優しい。飲みすぎは注意よってことですね。大丈夫、ほんと最近ね、それは気をつけてる。次こちら、手作り純銅おろし金、またなんかえらい高そうなもんが送られてきたね。待って、これすごいよ。これ見て、重さが半端ない。でこっちは粗い目になってて、こっちは細かい目になってますね。ありがとうございます。で次はこちら、お、 T シャツが入ってました。何の T シャツだろう。え、ほんまもんの朝日のやつじゃん。しかも M サイズ。ちょっと着てみよう。あー、これはね、自分で言うのもなんだけど似合いますね。俺これ着とったらもうさ、ネタだもんな。ありがとうございます。次はこちらの袋ですね。マコンド北海道産業務用って書いてある。500g、 ありがとうございます。ご飯のお供、ウニ醤油漬け、これは美味しいな。もう見ただけで美味しそうだ。お手紙、せーの、牛乳のやつ。ありがとうございます。はい、そしたら次はこちらの箱開けていきたいと思います。中はこんな感じ、海のおかき。これは何だろう。あ、このプラスチックのお皿立てがあるっていうことは、きたー、こちらですね。こっちが50万人突破のお皿で、こっちが総再生数1億回再生突破のお皿ですね。本当にいつもありがとうございます。ジャキーン。おー、はい、じゃあこちらの方に50万人突破、1億再生突破のお皿ですね。ありがとうございます。タイせんべいですね。まだまだたくさん入っとるよ。うわー、なんだこれ。米麹で作ったポン酢、手作り食べれる醤油、食べれるじゃない、食べる醤油ね、食べる醤油、焼きネギ地味噌って呼ぶのかな。なんかご飯の上とかに乗せて食べたらすごい美味しそうですね。千葉県産ピーナッツバター。昔これね、よく舐めてさ、怒られたな。あご白だし、あごっていうのはトビウオのだしですね。これは美味しいんだよ。千葉県産のピクルスですね。こういう風にいろんなお野菜が入ってますね。ありがとうございます。はい、次はこちらですね、冷蔵瓶ですね。はい、こちらジャージー牛で作ったバターですね。美味しそう。で中がね、うわーすげえ、こんな感じ、ニベアクリームの入れ物みてえだ。開かない。何これ、どうやって開けんだ。嘘だ、これどうやって開けんの。開かねえ、大変これ。来た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 。中はこんな感じ。あ、何これ。なるほど、上にくっついてた。そりゃあかんわ。え、めっちゃいい匂いする。何これ。普通のバターの香りとは明らかに違う。なんかね、ものすごい濃厚なチーズみたいな香りがする。またこれも朝ごはんとかで使っていきたいと思います。よいしょ。んでラスト、この巨大な箱ですね。開けていきましょう。箱が出てきました。おお、綺麗、すげえ綺麗なグラス、ビロードの湯飲みですね。はい、次はこちら、金子さんへって書いてある。手紙、島豚ジャーキーですね。銀色のやつとね、合うやつだ。ありがとうございます。次はこちら、中からはこんな感じの段ボールが出てきました。
何でしょう、せーの、じゃん。これはあれだ、天ぷらを立てかけるやつだ。こういう風にしてここにこう天ぷらをさの立てかけてって、余計な油が下に落ちるよっていう機械ですね。ちょうどこういうのなかったんで嬉しいです、ありがとうございます。ちょっとこれさ、一回置くわ下に。大きすぎる。次はこちら、オーソドックスな段ボールが出てきましたね。オーソドックスな段ボールって何だったんでしょう。お手紙、スライスサラミ。おお、すげえ、こんなのあるんだ。この魚の匂いが気にならないハンドソープ、トラちゃんのご飯、でん、銀色のやつ、ありがとうございます。次はこちら、黒猫ヤマトさんからの運送でございます。ちょっと待って、これさ、すげえぜ。これアカシアの蜂蜜、雪味噌の蜂蜜、カラス山椒の蜂蜜。同じ蜂でもさ、花の蜜によってこんなに色が違うんですよ。これね、すごくいい蜂蜜。パンフレットも入ってるんですけど、これ1個ですよ。2000円します。大事に使わせていただきます、ありがとうございます。はい、アルコール除菌スプレーと大型ジップロック2個、ものすごい業務用のリード6本いただきました。こんなにたくさんいただきました、ありがとうございます。はい、ということで今月もね、素敵なプレゼントたくさんありがとうございます。もうほんとね、皆さんセンス良すぎ。いや、もうほんと誕生日でもないのにこんなにプレゼントたくさんいただいて本当にありがとうございます。もう幸せ者ですわ僕は。ということで今月のプレゼント開封コーナーでした。今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。